金を出せ、武器も出せ、全部出せ、服も脱げ。はい、こんにちは、ブルーフォースです。早速ね、やっていきましょうか。ファイオフォー。だいぶ省略したな。すいません、まあ、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタン押したからね、もうお茶でも飲みながらゆっくり、ラジオでも聞いてる感覚でね、お楽しみください。ということで、今回はね、まずは樽を破壊してですね、で、今回は、誰だったっけあいつ、変なやつ、誰だ、あ、そうそう、エルフィガンテちゃんとね、戦っていこうと思うんですけど、おー、ちょっと待って、ちょっと、危ない。なんとなく、こう、ちょっと、こっちどんなになってんのかなと思って見に来たけど、おー、まさかの、こんな、あれなんだね。だから、こっちの道から帰ってきた場合には、こんだけ敵がいますせーっていう、そういうオチだったの。おー、知らなかった。こんだけバイオ何周もしてんのに、わざわざこっちに来たりとかしないからね。あーはー、たまたまちゃんが痛いですか、弾をぶち込まれて、たまたまだけに、おー、燃えろ。そして、蹴られる。ずし、あ、ベル焦げたね。はい、ルパン三世。てて。ゲイ。で、ふっと振り返って。うい。オッケー。あ、ちょっと待って。意外としぶといな。ほい。じゃあ、蹴ります。これで終わりか？お尻を刺し刺し。お尻、あ、めんどくさいことになった。くっそ。これはめんどくさいことになった。非常にめんどくさいことになった。うい。キック。よし。で、後ろ振り返って。さあ、ケツを差し出せ。うら。オッケー。キック。いいね。後ろ下がって。ほい。あ、ちょっと待って。体力高いな。うわ、これこっち来た意味全然なかったな。しまったな。単純に弾の無駄遣いになっちゃってるね。オッケー。ほい。うら。こっちに来たいだろう。こっちに来たいだろう。でもな、俺は知っているんだ。お前に下手に近づいて、猛威を振るわれようもんなら、バチュッと切られて、一瞬で死んでしまうということだ。さて、こっちはちなみに降りていくと、どんな結末が待っているでガンスかね。大した結末は待ってないと思うんだけど、ここら辺はもう、あれかね。うわぁ、いっぱいいて、だが弾の無駄遣いだから貴様らの相手なんかしてやんねえよ。バイバーイ。追いかけてくいな。まあ、あいつらがあれだな、多分な。エルヒガントを操ってる奴らだから、ね、次のシーンで、俺が手を下さすと、奴らが手を下し、奴らとおかしいな。エルヒちゃんは一体しかいない。まあいいや。どうせ弾は余るしな、もう。これ拾っといて、とりあえず、これでいっかな。多分さっきの体力で一発でもエルヒちゃんの攻撃、熱い抱擁を受けたらお亡くなりになる可能性があるから。とりあえず一発。まあ、これいっぱい余ってっからね。まあまあ体力は高いけど、なんかもったいない感じがするもんな。よし。オッケー。さあ、来たね。なんかこれ、なんだったっけ、アルゼンチンか、なんか南米のそっち系の人たちの、そっちの南米の中なんかの人の、その、なんかモデルがいるんですよね。確か。なんかそのモデルの人が、なんか生まれた時から、なんかなんかすごい重かったみたいな。なんか4キロか5キロくらいの体重の赤ちゃんで生まれてきたみたいな。なんか、うわーって。ねえ。これでも本当にもともと素体は何なんだろうな。どういうあれで生まれたのかね。いやー、本当にもうザ・プロレス体型っていうか、プロレスラー体型って感じだよね。これをこう、あえてバック転で避けるっていう、このかっこよさよ。ウェーイ。さあやっていこうか。第1ラウンド、カーン。まずは、チュドン。いやー、背中がーってか。はい、オッケー。2発投げといて、まあ2発くらいぶち込んどけば、あとは、おう。あ、早速出てきた。中から、登場。さあ、じゃあ登っていこうか。テクテク。嘘。あ、ボタン1個間違えただけでいって。ちょっとこれは聞いてない。待って。ちょっと待って。うっそー。あ、ボタン1個間違えた。あれ、てっきり X の連打かと思ってたのに、やばね。てっきり X の連打かと思ってた。リッてキック。やろう、意外に。遠近感どうなってる？
あ、やばい、迫ってくる。迫りくる、早着替え。出た。Hey, it's a duck. 来てくれたね。すごいよな、ワンちゃんなの。これ、ワンちゃんじゃないのか。狼？まあでもどっちにせよ、あれだよね、あっちだもんね。で、まあこっち行ってくれるあたりがなんかこう、ちょっと知能の低さを感じられるよね。あれ？もしかしてこっち来てる？あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まあいいや、とりあえずハンドガンはもうどん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 ボコ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 使ってっていってます。まさかあそこで叩きつけられて、叩きつけられてお亡くなりになるとは思ってなかったからな。よし、オッケー。じゃあ、はい。今度こそボタンを間違えないように、ボタンを間違えない。ほい、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 オッケー。さあ、どっち？シー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 、オッケー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 。あれなんか切るの遅くない？ 6、7、8、8回切れれば OK だったっけ確かね。なんかすーごい遅い気がしたけどね。逃げる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 。これ、あー、まあ、こっち来るか。あぶれ。その足癖の悪い左足出しやがって、あの、足癖だけじゃなくて匂いも癖んだ、ぶねーな。仕方ね、お尻を刺してやろう。あにゃ。なんか掴まれる気がする。嫌な予感するね。嫌な予感がする。ああ、よかったよかったよかった。どうだい？背中ツボマッサージ効くだろ？オッケー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 。ちょ、弾を装填して。よし。じゃあこれでもう終わりやろ。とどみ刺す。今度 X かよ！ちょっと待って！待って、聞いてない！ぬん！あれ？嘘！あひゃーん、2回の叩きつけで、オワゴン。マジか。それは知らんかったぜや。うわぁ。うわぁ、やり直しか。もう、あ、しかも体力全部回復しなかった。くそ、2個使うべきだったのか。まあいいや。うおぉ。まあでもそっか、結局2個使っても同じような体力になるもんね。オッケーオッケー。仕方ないね。どうしよっかな。もうとりあえず、やろう。背中ツボマッサージだけ、ちょっとバゴンでやっとくしかないよね。くっそー、まさかの展開に、ゴリラパンチ！あ、ごめん。ゴリラパンチはあれだね。あの、ちょっと違ったね。ごめん、間違えた。それは失礼しました。ほい、ほい。よじ登って、切る！オッケー、ちゃんと見極めてからね。だからボタン C でも X でも、あの、ちゃんと連打ができる準備をしとかないといけないってことね。うわ、こんなん罠ですぜ。ほんと、やらかしたわ。よいしょ。おー、ちょっと待って、あれ？ほい。あ、すいません、せまりくるワンちゃん。また来んのか。あ、そっか、そうだよな。一回死んでんだもんな。ありがとうございます。本当に。助かります。心の底から感謝感謝。で、そうか、やつに夢中になってる間に投げるべきじゃなかったね。しまったな。ちょっとミスったな。しかも、ちょっと爆風から離れたところ。爆心地で投げるべきだったね。オッケー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 。よし、じゃあ2回目。もう登る。さあ、うにゅ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 うって、なんかさ、最後にさ、こう登る瞬間にちょっとさ、あの、寄生虫がにゅるって出てくるのがさ、なんかあのね、息子を剥くみたいなさ、感じがするよね。オッケー。ちなみに、これなんで攻撃を受けると中身が出てくるんだろうね。ダメージが痛すぎて、こう、ちょっと脱出しないとまずいとか、そういうあれになるのかな。まあ、よくわかんないけど。うらうら。オッケー。もうこれで終わるだろ。あれ？木を抜こうと思って、うまくつかめなかったから。なんかしれっと。オッケー。よし、これで終わりだな。終わりじゃねえか？まだ。おし、終わった。まあ、今回やんないっすけど、なんか、彼まだ目をパクパク開けてるらしいっすね。で、気づいたら自然と目を閉じていくっていう、そういうオチらしいっすけどね。改めて見てもでかいよね、こいつ。なんであんな飼いならされてたんだろうな。なんかあそこまでさ、うまくさ、閉じ込めることができたのに、今度実際出すってなった時に、全くもって抵抗されて、太刀打ちできなくなるってことは、もっとよっぽど大掛かりな人数で、こいつを縛りつけてたのかな。そこら辺どうなんだろうね。どうやってここまで持ってきたのか。イエロハー。Let hard. OK. まあ、意外と、弾をもっとなんか使うのかなと思ったけど、そこまでだったね。まあ、手榴弾のおかげかな。OK. じゃあ、必要アイテムだけ回収をしていって、戻っていきましょう。で、なんか、俺を言う間もなく、
ワンちゃんドッグちゃんどっか行っちゃったんだけどね。ワンちゃんドッグちゃん多分ね、あの後ね、寄生虫に侵されてしまってね、この今度教会の手前で会うんだけど、教会の手前で会うんだけど、すごいね、めんどくさいんだよね、やつら戦うのって。やっぱり犬系のクリーチャーって、ケロベロス筆頭にゾンビ犬だったり、それからゾンビ犬 C かだったりって、ちょっとめんどくさいからね、もうやつら素早いし、もう相手にしてらんないから、さっさと教会の中入ります。雨降ってて濡れたくないしね、濡れてるけど、すでに。一応戻っていきやしょう。さあ、もうちょっとしたらね、眼光鋭く光っているとかね、こっちをチラッと見てるんですけどね。まあ残念ながら君らとお戯れしている暇もないので。わあわあ。よいしょ。穴に何かはめるのか。穴に何かはめるのか。そう。穴に何かはめるんです。OK。で、こっちに来ると、破壊神。え、閃光、いいね。閃光弾はやっぱり、このステージで手に入れておくのはすごい大事っすよ。いつ何時ウニュウニュ星人が出てくるかわかんないですからね。よし、ちょちょ、引っかかってる。じゃあ、登っていきましょう、ぼんぼりに。明かりをつけましょう、鷹の花。飛び移ります。もう一回飛び移ります。オッケー。ちょ。汚そう。なんか最近見たバイオシリーズ、バイオの実況系の、実況系じゃないな、考察系かの動画の中で、なんかなんか謎の人物みたいなんで、ね、カイにルイス・セラがいたりとか、サラザールがいたりとかしたけど、確かにサラザールって、結局、何がしたかったのみたいなね。ね。カリスマかっこわらみたいな存在だったもんね。あと、2位にエイダがいて、確かに中国系東洋美女っていうことくらいしか、まあ分かってないもんね。何に所属してるのかとか。ね。今何に所属してるのかとかってよく分かんないもんね。あと、1位はハンクだった。うん。確かに。いろんなこうシリーズで、サブゲームで出てきたりはしてるけど、結局本編で出てきたことって一回もないもんね。さあ皆さん、ミニスカ、美女。ニットに巨乳ってやばいよね、本当に。これ絶対レオン見えてるもんな。で、湧き立つ欲望を抑えつつ、ね、上も下もやばいもんね、このゆるゆる感が。まあ果たして、RE4 でどうなっているか。でもなぁ。RE シリーズはその、パンツに対しての、規制って本当にガッチガチだもんね。あれだけ胸元ゆるゆるなのにね。なんで、ジルのさ、スカートもパンツになっちゃってるしさ、あそこら辺どうかと思うよ、本当に。上も下もやっぱ揃って、バイオのエロスだからね。OK。ということで、はい。色気もクソもない、甲冑姿をお届けします。だから、ムービーシーンで、もう、パンツを楽しむしかないんですよね。本当に。残念ながらね。ほら、カチッ。こっち向いて。おいでおいで。こっち向いて。拾う。そうなんだよね。まあ、非常にクリアとしてはやりやすいけどね。まあ、プロフェッショナルをプレイしていく上で。まあ、ちょっと、これに手をつけさせてもらうっていうことは、ちょっとご愛嬌というか、お許しをいただきたいなというところなんで。じゃあ、向かっていきましょうか。はい。で、これ脱出していこう。ただ、やつ重いんで、もう、一旦放っておきます。どうせ後で勝手についてくるからね。ということで。I'll take the girl. Who are you? ここから登場するってことはよ、上歩いて走ってる時にもうすでに下にいたってことだよね。でも多分覗いてもいないんだろうね。あるいは待ってたりとかしてたから、そういうのってさ、なんか RE4 とかだったら、なんか裏側とかで、例のことくなんかゾンビの手を伸ばしたみたいな格好のままで待ってたりとかって、そういうのがあったりしそうだけど。サラザール。サラザール。あ、じゃあ、サラザールじゃねえや。これサドラーだ。間違いだ。サラザールはな、スペイン人のね、うん、サラザールっていう名前がなんとなくその、かっこいいなって個人的に思って、ただあのサラザール、ここに出てくるサラザールあんまり好きじゃないんだけど、かっこ悪いし。名前はかっこいいと思うけどね。パイレーツ・オブ・カリビアンのさ、第5作品目に出てくるさ、死人に口なしってデッドマンズ・テールズのテールズ
て、っていう作品出てくるサラザールは、まあ、若干間抜けだけど、なんかかっこいいというか、まだあれで多分 BGM 効果なんだろうな。うん、権力と金と。金ってでもこれ何に使うんだ？あ、だから研究費とかか。だからルイスみたいな優秀な研究員を雇うのにはやっぱり金で釣らなきゃいけないとか、そういうことなのかな。うん、ということで、まあ、もう間もなくね、皆さんお待ちかねのあのシーンやっていきますからね。あのシーンが、まあ、見れれば皆さんの息子たちも沸き立つと思うんでね、まあ、ここまでね15分だか16分だかの動画を、まあ、ご覧いただいた方々へのご褒美っていうところだよね。布教の仕方がさ、思想じゃなくて暴力っていうところがね、過去もでもそういうのあったんだろうな。にや、変態やな。チュンチュン、ツクツク、バーン、そう、いざ、今や、これこれ、ね、見た、見た、見た、はい。0.25 倍速でご覧になることをお勧めします。はい。ということでね、本日の動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、今のパンツ良かったねって、もっと見たいよという方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、応援よろしくお願いいたします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。